サンイコールプルサンイコールシュルシュールは、フランス中央部、オーベルニュローヌアルプ地ー圏、県、アリエ県にある人口5000人ほどの小さなコミューンである。ロワール川の支流アリエ川の左岸に位置し、県庁所在地ムーランの南約30キロメートルに位置している。6世紀以降に、この定住地の存在が知られるようになった。ポルシアヌス、またはプルシアヌスと呼ばれた。 修道士が川に面した小高い場所に年月きは不明であるが修道院を創設したのである。中世以降、トゥールニュのサンフィリベール修道院の影響下に置かれ町は繁栄した。同時代にはシャルル五世によって王立の工房が修道院に設置されていた。16世紀、町全体が城壁に囲まれていた。サンイコールプルサンの武道園は 非常に古く中世から存在する。サンイコールプルサンのワインは高く評価され、西欧、ルイの食卓やアビニョン教皇庁の教皇のもとにもあるほどだった。ブドウ栽培は18世紀後半に最盛期に達し、その後フィロキセラ流行で打撃を受ける1892年までに徐々に減少した。復興の取り組みにより、 この地方の19のコミューンで600ヘクタールの面積のブドウ畑が有効活用されている。サンイコールプルさんは2009年より国立原産地名称研究所によって赤ワイン、白ワイン、ロゼが奥に登録された。ありがとうございます。